ヨッシー、クラフトワールドイエイ。はい、ということで待ちに待ったヨッシークラフトワールドなんですけども、僕3月29日に、まあ、このゲーム発売されるということで、まあ、ちょっと前々から狙ってたんですよ、このヨッシークラフトワールド。で、ちょいちょい生放送ではさ、ヨッシーやるから、ヨッシーやるからってちょっと言ってたとこもあって、まあ、今日はやっと発売日になったということで、ヨッシークラフトワールドやっていきたいと思います。行きましょう。ここは、ヨッシーたちの住む島。島のてっぺんには、願い叶え太陽がありました。長いな。願い叶え太陽。太陽には、願いを叶える不思議な力があるそうです。不思議な力。ある日のこと。あら。真っ暗になっちゃった。太陽の噂を聞いたベビークッパとカメックがやってきました。その太陽を僕によこすでちゅー。あー、太陽、太陽取られちゃう。願い叶え太陽取られちゃう。ダメ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 、みんなみんな引っ張れ。ダメだ。頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょい引っ張ればいけるって。持ってかれる持ってかれる持ってかれる。あー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 、うわ、見事に散らばったな。石像とかもだけど、宝石と相手も散らばったな。綺麗に散らばった。目が覚めると見たことのない森の中。ヨッシーたちは迷子です。一応みんな一緒なんだね。宝石が飛ばされちゃったけど、ヨッシーは別々にはなってないんだ。一匹もはぐれてるわけではないんだね。大変。ビーズがあります。あ、ビーズだったんだ、これ。願い叶え太陽もなんだか元気がないようです。ビーズ抜けちゃったからね。ビーズがエネルギーだったのかな。どうしよう。ビーズを探さないと。お、何かに気づいたぞ。ちなみに僕これ体験版やったことあるんですけど、面白かったです。だからそれがね、きっかけでね、買おうと思ったんだよね。あ、ここで1人か2人選べるんだ。まあ、言うて1人で2人できないからな。1人でいいです。今1人しかいないんで、むしろ2人いたら怖いわ。今この場所にお化けだ。どのヨッシーが行く。色を選べってことか。みんな何色が好き？俺ね、ピンク好きなんだよね。俺男なんだけどさ、ピンクとか、紫とか、ちょっとね、原色ではない色、好きなんですよ。赤とか青って、すごい色が強くて、あ、まあ、この話どうでもいいか。じゃあ俺、オレンジにするわ。話に一回も触れられなかったオレンジにする。OK。まあ、オレンジも可愛いからな。どうやら決まったようです。決まりましたね。僕が決めましたね。あ、来た来た来た。ここで体験版でもあったんですよ。旅立ち。行きましょう。コインを取るのもいいんだけど、なんかね、お花があるんだよね、お花が。お花があって、お花取ったり、あとなんかまた取るんだけど、あ、クリアするステージをクリアする以外にも違ったね、楽しみ方があるんですよ。ほら。もし牛を倒して、ああいうね、背景だと思うじゃん。背景だと思うけどね、あれも攻撃できるんだよ。あ、これは食べれないんだ。踏ん張りジャンプ。あ、これ教えてくれるやつだな。昔からあるわ。あ、そう、このコインとか取って、まあ、いろんなね、攻略があるんですけど、まあ、とりあえずね、やれることやっちゃいましょうか。赤コイン3個。赤コインもそうか、20個集めれば、コンプリートするのか。コンプリートしたいね、いろいろ。あ、これお花お花、さっき言ってたお花です。あ、はい。オッケー、これ取って、
で、これはジャンプで取るか。これはね、体験版でやったからちょっと、僕知ってるので、ちょっとマウント取っていきます。これ奥側投げれるか？投げれないか？牛は見つけたら当てよっか。はい。ああいう牛はね、当てとくのがね、とりあえずいいんですよ。ああ、ちょっと食われちゃった体力が。あれには、卵当てるのか。こうだ。そう。このゲームのタイトル、クラフトって言ってるじゃないですか。で、このヨッシーの手作り感が、俺すげえいいなと思って。可愛らしい。今までのヨッシーも可愛いんだけど、このクラフト感がまたたまらないなと思ったので、僕ね、これ買ったんですよ。やりたかったんだよ。これも当ててきて。あ、失ったハートを回復できたぞ。ありがてえ。ヘイホーを食べて、あれ当たるのかな？おー、難しい。こういうの当てるの難しいね。OK、ハートはでも別にいらない。動くんだ、このハート。かわいい。あ、ハートって最初無限じゃないんだ。だんだん増えてくんだね。丸作るくらいまで増えるんだ。で、これはね、卵ゲットできるんですけど、赤い卵は何の意味があるのかわかんないや。とりあえずお花取りましょうか。お花取って、プレゼントも当てて、で、まあ、牛も当てましょう。あれも当たるのかな？蝶々。あ、こっちにもいるじゃん。よし。どんどん行きましょう。あれ？これ行けないのかな？あ、違う。これ分かったぞ。こうだ。こういう謎解き要素もね、あるからね。あー、体力回復しました。ありがとうございます。あのビル取ったら回復するんだ。覚えとこう。体験版やったって言ったけど、全然覚えてないや。ヨッシーちゃん、あんたにビザ集めさせないよ。この先に行けなくしてやる。何するの？まさか？ああ。ああ、あいつ、願い叶え石像。違う、願い叶え太陽も壊したくせに、汽車も壊したよ。機関車のパーツを見つけないとこの先にはいけないよ。いやー、ひどい、意地悪じゃん。意地悪だな。友達いなくなるよ、いつか。もういないんだろうな、きっと。マリオと友達じゃない時点でもう友達いない社会不適合者なんだろうな、あいつら。これ食っていこう。あ、これパーツや。そうそう、これパーツや。思い出してきたぞ。あ、待って遠い遠い遠い。あ、花見つけちゃった。お花2個になりました。いや、3個だ。あ、痛い。あれ、お花1個さ、取れてないな。どっか見逃してるな。まあ、とりあえずやれることやりましょうか。卵は全部で何個なの？ 6 個。6個ですね。うん、6個だ。6個までしか持てないんだろうな。食べて補充して。あ、パーツ。2個目、パーツ2個目、パーツ2個目。あ、こっちにもヘイホーいる。あれ？あ、そうそう、こう、こう、こう。ヘイホーを倒して。あれ、一応さ、バックンフラワーで倒せんなっけ？あ、倒せたわ。いいね。これも攻撃。あ、いい。クラフトできた。いい、いい、全然いい。最高。補充。お花1個足りないんだよな。お花どこにあるんだろうな。この上もいける。おいしょ。おいしょ。あ、お花あった。よしよしよし。これでお花4個で。赤のコイン今何枚だろう。取り残しありそうだからな。あとどこだろうな。あと1個どこだ？パーツあと1個どこにあるんだろう。迷っちまった。これパート1なんだよな。このヨッシーのワールドで一番簡単なステージなんだけど、パーツあと1個見つかんないんだけど。あ、なんか出てきた！はい。あ、ハートか。ハートはこんなにいらないね。このヘイフは赤いコインな気がする。あ、オッケーやった。この上ですかね、パーツ。あ、これだ！あった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 、3つ手に入れたぞ。よこせ。
コインよこせ。赤コインあと5枚だって。どこにあるんだろう、5枚。戻ったらあれかな？ちょっと戻っていい？赤コイン探したんですけど、わかりませんでした。なかったです。ということで、パーツをはめていきたいと思います。よいしょ。ん？あ、これ投げてはめるんだ。はい。あ、よかったよかった。壊された機関車元に戻ったよ。乗るのかな？オッケー。乗れたぜ。あ、これ動ける。俺さ、前ね、体験版やったって言ったじゃないですか。ここでね、トイレ行ったんだよ。で、トイレ行ってるときに、実はさ、これ乗ってるときにね、卵を投げつけないといけないみたいな、とこがあったんだよね。で、そこでね、俺トイレ行っちゃったから、お花取れなかったんですよ。どっかにね、お花取る場所が、あ、これ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 。あ、難しい。オッケーオッケーオッケー、取った取った取った。そう、ここでトイレ行っちゃったから前取れなくてさ、よかった今取れて。お花は5個全部手に入れました。よっしゃー。初ゴールですね。嬉しい。全部揃ったか。赤コインだけ足りなかったんだよな。パートの数も OK。あー、一番下の赤コイン。赤コインか。赤コインどこにあったんだろう。ちょっと行ってみる。よし、赤コインどこだ。牛に打っとくか、牛に。どれだろう？どこだろう、赤コイン。あー、食われた。あ、なんか出てきた。あー、赤コインだった。あ、これガチャガチャだね。ガチャできるぞ、ガチャ。ガチャやろうぜ。すごいレアで、汽車ポッポの、なんかパーツかなこれ。パーツゲットできるのかな。で、レアだと、ま、牛さん？牛さんの何かがゲットできる。これさ、これやるべ。これやるべ。下が、外れ5つだ。で、上が、レアとすごいレア。これ、今コイン478枚ってことは4回引けるんで、これ4回やりましょう。ガチャなんてあるんだ。さあ、一発目。あ、これ、一気に入れられるの？じゃ、まずさ、普通に一回回したいな。一回目、いきます。これ、金出たら当たりだろ。うわぁ。え？これ何これ？外れ？ドリンク、ゴミ箱。絶対外れやん、これ。ノーマルか。これじゃあ、ちょっと3回連続で行くわ、もう。なけなしの金全部使うわ。金ね、貯められない主義。俺、お小遣い貯められない主義。うわ！あ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 ！来た！え？来たよ！来ちゃった！や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 った！すごいエリア出ちゃったよ！マジ？いいの？え、嬉しい。全部使ってよかった、お金。黄色い車。これは何？キャラメル箱、あのままですね。え、でも嬉しい。ちょっとさ、着替えよう。こんなガチャ要素あるんだね、このゲームね。身につけると敵からのダメージを何回か防いでくれるぞ、だって。あ、すごい。あ、すごい。いろいろ変えれるんだ。え、じゃあさ、このさ、今着替えたんですけど、レアなヨッシー。いいじゃん。このレアヨッシー。え、次からちょっとこのレアヨッシーで僕やります。やったー！はい、ということで、今回は、このガチャガチャで、レアを手に入れることができたので、ちょっとめちゃくちゃ嬉しいです。で、次からは、まあ、この新しい、ゲットした、記者のヨッシーで、
ストーリーをクリアしていきたいと思います。では、今日の動画はここで終わります。お疲れ様でした。